今、2期8年、やられてるということで、はい、まあ、今後3期を目指して頑張ってらっしゃると思うんですけども、はい。はい、今現在、一番精力的に取り組んでらっしゃることが何かということと、はい、まあ、もし3期で、ね、はい、議員さんとしてやるようになったら、はい、新たに何か取り組んでいきたいという思うようなことがありますか？はい。そうですね。特に自分が今まで議員となって、様々なマイノリティの人に関わることを、社会の中の弱者、困りごとを抱えている人に寄り添うということをしてきましたけど、はい、そうした中で、やっぱり一つのテーマだけじゃなくて、複数のことを抱えている人がとても多いな、ってことを感じていて、はい、それがまあ実際に議員としてではなく、ある意味一市民としてではあるかもしれないけども、LGBT の生活困窮の問題なんかも取り組み始めたりしてるんですけど、はい、でそうした形で LGBT で障害を持つ、LGBT とメンタルヘルス、では障害と生活困窮、例えば外国籍の方とドメスティックバイオレンスだとか、そうした複数のものを抱えているっていう人について、ちゃんともっと対話が必要だなってことを感じているので、はい、そこをしっかりと総合的に見ていけることをしていきたいな。はい、でそこは今は自分も力を入れ始めているし、最近もやっていきたいなと思ってます。はい。ありがとうございます。はい、ですね、私自身が、うん、まあ、LGBT のまさに当事者で、うん、はい、まあ、G になるんですけれども、うん、はい、すごく、まあ、これは私のすごく個人的というか、うん、はい、まあ、興味といいますか、うん、はい、あれなんですけど、まず、その自分はゲイであるということを公表して、うん、公表されない議員さんも、はい、もちろんいらっしゃると思うんですね。はい、ただ、日本で初めて、ゲイであるということを公表して、はい、見事当選なさった、はい、ということなんですけれども、公表するして、はい、選挙に臨みたいと思った大きなきっかけみたいなものってあるんですか？そうですね。これ公表して選挙と、まあ、公表しない方法もあるって話もありましたけど、はい、でそこって、まあ、公表することのリスク、まあ、自分自身もだし、まあ、親戚やら周りの人のリスクっていうものもあるだろうし、はい、あとは、投票すること、公表しないで、議員になって、そのテーマに取り組むと、客観的に取り組んでるように見えるけども、当事者が、ね、カミングアウトして選挙に出て、当選してそのことで取り組んでいきます。はい、と、やっぱお手盛り感も出てしまう可能性もなくはないなと思うところもあるので、はい、でそこは隠して選挙に出るべきじゃないかっていう考え方も、なくはなかったんだろうけど、やっぱりでも自分自身が、選挙のたびに、議員になる前の時期に、いろんな候補者にアンケートを送って、LGBT のこんな政策どう考えてますかとか、どう進めていきますかっていうことを送ると、で、なかなかまだその当時って2005、6年の頃なので、そうですね。芳しい回答くださる方ばかりじゃなくて、まあ、いい回答くださる方も、まあ、少なからずはいるけども、決して多くはない。で、そういう回答くださった方が、通りやすいとも限らないっていう状況の中で、うん、これって、アンケートしてだけでは変わっていかないし、で、同じように伏せた状態で議員になっても、まあ、どこまでできるのかわからないなっていうのを感じたところではありました。うん、でそうした中で、むしろやっぱオープンにしてしまって、選挙を戦って、議員になってやっていった方が、でやっぱりそれをオープンにして、公約にもして当選をすれば、うん、それはその有権者が、そういう人を議会に送り出したんだっていうことにもなるので、議会の中でそれは発言することっていうことが、正当性も出てくるだろうっていうこともあったので、やはりそこはオープンにして選挙を叩こうっていうことをしたという判断がありましたね。はい。はい。ありがとうございます。では、その、まあ、公表して、はい、選挙に臨んで、はい、今すでに8年議員活動されていると思うんですけれども、はい、その中で、まあ、公表したことに由来しなくてもいいんですけれども、うん、はい、何かすごく辛かったこととか、うん、はい、これはなかなか厳しかったな、というような経験というかありますか？はい、公表したってことに関しては、まあ、2007年の初選挙の時、まあ、それは落選した選挙でしたけど、やっぱりそれは、まあ、ポスターを見てとか、街頭演説を聞いて、うん、クスクスが通り過ぎていく人とかもいましたから、うん、やっぱそこは、覚悟を決めて出たとはいえ、うん、そこって、やっぱり嫌な思いをしますし、うん、そうですね、はい。そこはなんか辛かったかどうかありますけど、やっぱり嫌だったなっていう部分も、まあ、なくはなかったかなっていうのがあります。うん、で、あとは、まあ、LGBT に関することで当選した後という意味だと、
そうですね。やっぱり LGBT のことをオープンにして選挙して当選をしたっていうときに、まあ、それもしあの、LGBT の中の問題なのかもしれないけども、で当選、カミングアウトで当選した議員なんだから、あと任せとけばやってくれるんでしょ？人結構多い。でもそうやって議員の発言って、区民からこういう声あるんですよ、こういう声いっぱいあるんですよ、ってことで初めて動ける部分もありますし、あと議員って、当事者の、当事者活動家とイコールではないので、ここでも LGBT ってことだけじゃなくて、いろんな政策テーマもあって、そこの中で考え合わせてやっていかなきゃいけないし、で、LGBT の区民のことやっていくときも、他のいろんなマイノリティのことも合わせてやっていかなきゃいけない。ってこともあるので、はい、そこは、なんで下鍵になってすぐ進まないのっていうこともありましたし、うん、あと他のマイノリティでやっぱり自分の場合は、養護学校の教員だったってこともあるので、はい、そこ合わせて取り組んでいこうとすると、うん、なんで障害の問題と LGBT の問題一緒にやっ取り上げるの、うん、ということなどもあって、うん、でも、例えば、LGBT の問題ガンガン入れます。障害の問題ガンガン入れますっていうよりも、住まいの問題、住まいに困っている人がいますよ、なんとか素質がありますよね、で困っている人には障害者もいますよ、LGBT もいますよ、外国籍の人もいますよってやった方がやっぱり進めやすいっていうところもあるので、一番そういう戦略でやってったんだけど、やっぱそこは理解してくださる方もいればそうじゃない方もいるので、その辺は、大変というかなんで静岡が議員になったのに、LGBT のことを大統領に振りかぶってすぐ進まないんだって言われることはあったので、そこは大変な部分もありましたね。そうですね。はい。そしたら、今、まあ、おっしゃってた、はい、まあ、障害者の方だったり、LGBT だったり、うん、そのいろんな複数の、はい、まあ、問題を、はい、まあ、並行して、はい、取り組んでいきたいっていうのをおっしゃってたんですけれども、はい、演説の中で、はい、私が聞いた演説の中で、ユニバーサルデザインのことをお話しされてて、うん、はい、障害者の方に優しい、例えば駅のスロープっていうのは、うん、はい、健常者の方の、うん、荷物を運ぶときに、うん、キャスターを振って、うん、はい、上がるときにも役に立つっていう意味で、うん、あ、なるほどなって、それは聞いてて思って、はい、ここもやはりそのユニバーサルデザインっていうところは、うん、はい、強くやっぱり進めていかれる。そうですね。やっぱり中野区で暮らして全ての人が、はい、過ごしやすい街にしていきたい。うん、で、その時に、はい、まだそのユニバーサルデザインの考え方って、まだ言葉も聞いたことがない。うん、まあ、条例できましたけどね、うん、はい、っていう人もいる中で、やっぱりそれが、特定の人だけにお金をかけることじゃないか。受け取ってしまう方もいるので、それはあなたにとっても役に立つものなんですよ。すべての人にとっていいものなんですよ。で、それが引っ張り回って、あなたが、今元気な方がそうじゃなくなっても安心できるものになっていくんですよ。っていうふうにやっぱりそこはうまく打ち出していきたいなと思いますし、それをしていくことによって、今まで接点がなかった人が接点を持ってお互いに理解をしていくとか、そういうところもつなげていきたいな、なんてことは思っています。はい。では、一期目、最初に、まあ、議員になってから、はい、まあ、8年を経つと思うんですけれども、はい、8年前と、今と、はい、何か、こう、とても大きく変わったなって、はい、その、まあ、癖の取り組みですし、はい、渡辺さん自身を取り巻く環境もだと思うんですけれども、はい、なんか、ここは、前はこうだったけど、はい、これが随分変わったなっていうのは、はい、何かありますか？そうですね。特に8年前は、まあ、だいぶ社会の意識も LGBT に関する、人権の意識っていうのも出てきてはいるけど、やっぱりでもまだまだ、メディアの中で、テレビの中の存在的な部分で見られてる部分もあった中で、やはり自分が当選した初期は、国際とどんな発言するんだろうとか、どんな行動するんだろうみたいな、目で見られてるところから始まったところがありました。うん、でも、初期の頃は、LGBT に対してネガティブな感情を、表の場面でもいい人もいましたけれども、自分が議員になって一緒にいろんなことやっていくと、あ、LGBT ってこういう存在なんだ。話してみると思ったほど、意外な存在じゃないんだなとか、うんうんうん、あとはまあ、変な話ですけども、議会の中で、一つのテーマに対して真っ向反対する立場の人っているわけですけども、うんうん、その中で真っ向反対するというよりも、静岡の方がまだ近い部分があるのか、という目で見てもらえるなんてこともありましたので、うんうん、あと、やっぱり自分が実際議員になって、直接面と向かってとか、あるいは一緒に仕事をしていくっていう中で、でも議員もですし、職員の意識も変わってきたところっていうのはあったかなと思います。ただまだまだね、無理解がある部分だとか、ちょっとした時にポロッと、LGBT やそういうような言葉がね、聞こえてくることもあるので、はい、そこはまだまだやらなきゃいけないこといっぱいあるなと思いますけど、はい、ただ、公式の場で言ってはいけないんだ、とかって意識とか、あとは LGBT に対して、まあ、どこまで支援するかともかくとして、その存在は確かにいるし、その存在を否定しちゃいけないんだ、
っていうふうな意識がすごく広まってきたな、っていうのを思います。あと、職員の方に関しても、特に中野ってやっぱ LGBT が多いって言われてる地域なので、職員も、まあ、うちの窓口に来る方の中に、そういう方と母子方がいるんだけど、どう対すればいいのかわからないなんていう、そういうのを聞いていたんですけど、そういうとこもなんか割と私が一緒に働きかけていく中で、あ、こういうこと困ってるんですね、とか、交代するべきだったんですね、なんていうふうな感じにもなってきているので、まだでもそこ道半ばですけど、ただまあそこも意識をしていこうっていうムードが徐々に出てきたのかな、とは思います。